34章。さて、レアがヤコブに産んだ娘ディナはいつも出て行ってその地の娘たちに会おうとするのであった。時にその地の長であるヒビ人ハモルの子シェケムが彼女を見かけてこれを捕らえ、彼女と寝てこれを犯した。そして彼の魂はヤコブの娘ディナに執着するようになった。彼はその乙女を恋するようになり、その乙女にしきりに言い寄るのであった。ついにシェケムは父ハモルに言った。このお嬢さんを私のために妻としてもらってください。そしてヤコブはシェケムが自分の娘ディナを怪我したことを聞いた。その時、息子たちは彼の家畜の群れと共に野に行っていた。それでヤコブは彼らが来るまでは何も言わないでいた。後にシェケムの父ハモルがヤコブと話すため彼のところにやってきた。またヤコブの息子たちはそのことを聞いてすぐに野からやってきた。男たちは感情を害し非常に怒り立っていた。その者がヤコブの娘と寝てイスラエルに対し恥ずべき愚行を犯したからであり、それは行ってはならないことであった。それでハモルは彼らと話してこう言った。私の息子シェケムについてですが、彼の魂は皆さん方の娘さんを愛慕しております。どうかその方を妻として彼に与えてやってください。そして私たちと姻戚関係を結んでください。あなた方の娘さんを私たちに与え、私たちの娘をあなた方がめとるのです。そして皆さんは私たちと一緒に住んでよろしいですし、この土地もお持ちになってよいことになります。そこに住んでご商売を続け、そこに定住なさってください。その後シェケムが彼女の父と兄弟たちに言った。皆さん方の目に恵みを得させてください。何でも皆さんのおっしゃるものを私は差し上げます。私に課する婚姻料や贈り物は大いに高額のものにしてください。おっしゃる通りに差し上げるつもりでおります。ただ、この乙女を妻として私にお与えください。するとヤコブの息子たちは、自分たちの妹ディナを怪我したということのために、シェケムとその父ハモルに対して欺きの答えをし、そのように話すのであった。そうして彼らにこう言った。私たちの妹を包庇のある男にやるようなことは到底できない。それは私たちにとって直れとなるのだ。ただし、この条件でならあなた方に同意することもできる。つまり、あなた方が私たちのようになること、あなた方のうちの男子が皆、割礼を受けることだ。そうすれば私たちはきっと娘たちをあなた方に与え、あなた方の娘たちをめとりもしよう。そして私たちはきっとあなた方と一緒に住み、一つの民となるだろう。だがもしあなた方が私たちの言うことを聞いて割礼を受けるのでないなら、その時には私たちも娘を連れて去っていく。すると彼らの言葉はハモルの目にもハモルの息子シェケムの目にも良いことに思えた。それでその若者はためらうことなくその条件を実行することにした。ヤコブの娘がすっかり気に入り、しかも彼はその父の前科で最も尊ばれるものだったからである。そこでハモルとその子シェケムは自分たちの都市の門のところに行き、その地の人々に話してこう言った。この人たちは私たちに対して平和的な態度を示している。だから彼らをこの土地に住ませ、ここで商売を続けさせてあげてほしい。土地は彼らの前にあって十分広いのだから。彼らの娘を私たちはめとることができ、私たちの娘を彼らに与えることもできる。ただこの条件でこの人たちは私たちと一緒に住んで
一つの民になるという同意をすることになっている。つまり彼らが割礼を受けているのと同じように、私たちのうちの男子も皆割礼を受けるということだ。そうすれば彼らの所有物、その不在、そのすべての畜類、それらは私たちのものになるではないか。ただ彼らが私たちと一緒に住むように、私たちの同意を与えることだけはしよう。すると彼の都市の門から出ていく者は皆ハモルとその子シェケムの言葉を聞き入れ、すべての男子、彼の都市の門から出ていくすべての者が割礼を受けた。ところが三日目のこと、その人々が痛みを覚えるようになった頃に、ヤコブの二人の息子でディナの兄弟であるシメオンとレビは、それぞれ自分の剣を手に取り、怪しまれないようにしてその都市に行き、すべての男子を殺したのである。そしてハモルとその子シェケムをも剣の刃にかけて殺した。その後シェケムの家からディナを連れ出して去っていった。ヤコブの他の息子たちも致命的な傷を負った者たちに襲いかかり、その都市のものを強奪していった。彼らが自分たちの妹を怪我したからということであった。その羊、牛、ロバを、また市内にあったものも野にあったものも奪い取った。そして彼らのすべての資産、また小さな子供や妻たちのすべてを虜にして連れて行き、こうしてその家々にあったものをすべて強奪した。これに対しヤコブはシメオンとレビに言った。お前たちはこの地の住民に、カナン人やペリジ人に対して私を悪臭のようなものとならせ、私をみんなののけものにならせた。しかも私の方は数が少ない。彼らは必ず寄り集って私に敵対し、私に襲いかかるだろう。私はそうだ、私も私の家も滅ぼし尽くされてしまうに違いない。すると彼らは言った。私たちの妹を遊女のように扱う者がいてもうよいのですか。